ちょっと喉乾いてて。なるほどね。ミロだからちょっと、うん、とある企画をやりたくて、うん、ウーバーイーツしまーす。お腹減った。今日ブドウしか食べてない。やばいじゃん今何時？何時？16時。16時よ。もう今日まだブドウしか食べてない。お腹空いた。食べる。でちょっと私の別番組の企画で、うん、ココイチの10辛をチャレンジしなきゃいけないっていうのがありまして、うん、それを今からここの場を借りてやろうと思いますはい。え、10辛は食べたことはある、うん、ない。いいよ。うわなんで？カメラここなんですけど今撮ってます。もう撮ってる。はい、サプライズ。え、誕生日だけ私は食べますね。トゥーミー今日のゲスト。わー、本当にびっくりした。本当に聞いてなかったのか。本当に聞いてなかった、はい、言わなくてよかった。本当に聞いてなかった。びっくりした。なんか違う人入ってきたかと思った。やばかった顔する。うん、そうだよね。真ん中に座ってもらって。びっくりした。ハッピーバースデー。私あのちっちゃい子でしょ。これ買える？そこを置いといて。ちっちゃいの。ありがとうございます。いえいえ。ありがとうございます。え、一緒にカレー食べるってこと？うん。先に確認は取ったから。あ、食べれますかって。辛いやつ行くらしいんですよ。本当に？うん。大丈夫？え、なんか噂によるともっと上行けるらしいじゃないですか。あ、そうなんですか？あ、じゃあ大丈夫だ。じゃあ、じゃあ真ん中に。真ん中来てください、せっかくなんで。ちゃんと入ってる？うん、いけるいける。もうちょっと。あ、そうね、ないし、もうちょっと内側だね。こうか。いける？ルールル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 完全に、鉄子やばいよ、鉄子側だよ。あ、そうだね。じゃあ、私が回します。本当にできもしないのに。よろしくお願いします。ちょっとココイチは一旦置いといて、うん、頼みながら喋ろう。一旦ね、そう、頼んだ。こっち頼んだ。めちゃくちゃ久しぶりですよね。そうだね。でも一回現場で会ったよ。あ、そうだ、ハーフで。うん、吹き替えで。そうだそうだ、そうでした。そっか。でもそれから私も1ヶ月空いてますよ。うん、1ヶ月、2ヶ月ぐらい空いてるかな。それはすごい久しぶりですね。元気ですか？元気ですよ。何も変わらず。はい、シネラジンと。あ、そうだ。ラジオか。そう、青山吉野のピンチヒッターで。体調不良だった時に。そうそう、大丈夫。大丈夫か、いつは。よかった。もうピンピンしてます。すぐ、すぐがよかった。そう、その時に、あれよ、みゆちゃんの介護を取ってた。そうだ、ニアミスだったって。そうそうそう、ギリ会えなくて。ちゃったって。うん、そっか。その時に出してよっていう。そう、ありがとう。YouTube でいいんですか。このまま黙っといた方が覚えないと思って言わなかった。なるほどね。そう、その時会わずに、うん、みたいな。そう、あれビール撮ったやつも一緒にビールの写真撮った。あ、そうだね。私もまた別の番組なんだけど。また別なんだ。そう、オープンレックさんがやってる番組の方で、うん、同じスタジオで撮ってるんですよね、あれね。俺もオープンレックで番組やってて、それの俺の誕生日企画の時に、深田さんがわざわざラベル作ってくれて、あ、かわいいよ。そう、瓶にそれを貼ったのを、うん、置いとい、残ってるのを置いといたら、うん、飲んでくれる。美味しかった。美味しかった。普通に一番搾りとかだった気がする。安定に飲もうって。家にあるかも。ジャパニーズエール美味しかった。それをね、普通に今からいただきます。ごちそうだった。そう、これでやりました。そっか、じゃあ関節的には。そうそうそう、ちょこちょこポイズみたい。うん、ちょこちょこいた。そっか、それをちゃんと合うのを画面に収めようと。そうね。本当にびっくりした。本当にびっくりしてた。変な人入ってきたらもう、ね、レーシーのこと守れるかな。あ、守られてない。だって危ないじゃん。わざわざ鍵開けに行ったの。あれ開けてたの？閉めたんだと思ってたよ。なるほどね。そっか、風も入って
そうですね、うん、私が最初閉めて、うんうんうん、普通に部屋を呼びやってセッティングしてる時に、うん、多分マヤシーがもう一回確認してくれたのかな、閉めに行ってくれたのかなと思って、開けたんか、開けに行きました。本当にびっくりした。お迎えの部屋ですよって、いいものが他にもね、そう、結構このビルレンタルスペースで貸し会議室みたいな感じだったから、そういうこともあるかもしれないね。私のパンチが出るところだ。本当に不審者を見る目だった最初。そうですよね、本当にだってめっちゃ怖いの。この角度怖いくない？確かに壁から確かに見えないもんね。うん、あ、私が出るしかないの。確かにね、カレー食べよう。今頼んでますからちょっと待ってくださいね。一応10辛と3甘も食べなきゃいけない。ああ、甘い方も食べると。で、プラス普通に美味しいのも食べたいから、うん、普通はいはい、普通に10辛食べます？はい、すごいですね。なんで10辛を食べようと思ったの？え、美味しいココイチは美味しいっしょ。ココイチ大丈夫、美味しいココイチはめちゃくちゃ美味しいでね。いや、実はうちのいとこが、うん、あのみんなによく喋る方じゃない別のいとこがココイチでバイトしてて、あ、そうなんだ。事前に聞いてみたの、うん、10辛って出ますかって、うんうん、あんま出ないし、10辛頼まれるときは絶対確認してください。ああ、そうなんだ。お店で本当に食べれますかって聞いてくださいっていうのが普通らしいですよ。その企画、今日マヤシーからその企画を聞いたときに、うん、猛烈にココイチ食べたくなって、カレーの口になりますよね。私もなりました。もう昨日俺10辛食ってんだよ。嘘でしょ。先にやってんすか。取っといたよ。そういう時は取っとくね。割と普段からなのよ。俺は結構デフォで8から10、7から10ぐらい大きさの気分で、そうなんだ。そっか、じゃあ買えるんだけど、で今15と20万だよ。うんうんうん、そうそうそう、なんか増えましたよね。うん、果たして Uber Eats できるのかどうかは。できるはず。あ、そうだ。前10がマックスだったし、そっか、今増えた。辛いの好きなんだね。おばちゃんも比較的いける。うん、10辛は何回か食べたけど、うん、私でも挑むって感じ。そうね、そうなんだ。気合い入れて10辛食べるぞ、おみたいな感じ。気合い入れてね。辛いの好きな人の指標としてやっぱ1個蒙古タンメン仲間とか、うん、ああ確かに北極行くか。北極が出てくる時点で私はすごいなと思って。あ、本当？うん、選択肢としてレディースセットは食べない。はい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 、まあ、あ、はい、ご飯ついてるやつ、あれがギリ、うんうん、まあでもあれがギリなんだったら結構辛いの大丈夫かも。あ、本当ですか、うん、でも結構前なんですよ。これ北極10倍だからね。やばいじゃん。もうミートソースみたいなやつですよね。そう混ぜそばみたいになってるやつ。あれは痛み痛覚あります？めっちゃあるよ。大丈夫ですか？うん、痛い何食べちゃうんですか？こっちの痛いと辛いはもう割と死んでて、うん、割と大丈夫で、ただお腹は全然痛くなる。ああ、内臓は。そう、内臓はやめてくれって言っても、そう、食べないと気が済まない。そうか、すごいな。ある時から突然よ。へー、突然食べれるようになって。あ、徐々にじゃない。徐々にじゃないんですね。そう、だからその中本の中でも、まあ、蒙古タンメンは美味しいなと思って食べて、その上の食べた時にあれ全然いけるな、で北極食べてみよう、あ全然いけるな、うん、っていうのが始まり。昔は何だったら辛いのダメだったから。そうなの。今からでもいけますか？いけるんじゃない？あ、でも鍛えられるっていう。うん、だから痛覚だからほら、慣れるやん。痛みは人間慣れる。うん、まあ、でも美味しく食べたいっていうのがそうだよね。ココイチの中本も美味しいからね。美味しいんですよ。一旦3つ。あ、ありがとう。で、サンアマっていうのが、うん、多分3万いい通常なくて、甘口に仕掛けましたけど、はい、トッピング好きなのやりたかったら、ここから変更して。どうぞ。え、いいんですか？それが一番楽しいんだから。あれだったらみんなで取り分ければいいし。ココイチって普通も辛いんだよね、結構ね。そう、普通って逆に食べたことないかもしれない。本当です。10辛のおすすめトッピングありますか？だからそのちょっとマイルドに食べたいんだったらスクランブルエッグ、うん、卵とかは美味しいかな。普段何入れるんですか？これはそのスクランブルエッグと、
ほうれん草とか。あ、うまい。好き。私ナスも好き。あ、ナスもいい。ナスね、揚げナスなんだよ、うん、揚げ物とかは逆に入れないかも。うん、あ、フライ系ありますもんね。お腹なっちゃう。肉とかしゃべカレー食べたいのに揚げ物もカレー食べたい。確かちょっとせっかくだから、ね、いいんですか。どうぞどうぞ。おすすめのトッピングでじゃあ合わせる。一応入れただけなんで、うん、私がここに来る前にちょっとカレーウーバーしようっつって、うん、もうそれ聞いた瞬間にカレーの口になる。なるよね。やっぱすごい魔力もあるんですよ、うん、ココイチさん。でスープカレーがあった時に、うんうんうん、あ、食べた。期間限定の今もバターチキンが出てきて、うん、あ、そっかそっか、美味しかった。ちょっと前まで、あのスパイシーウーシャンフェ、そう、チキンみたいなのもあって、そうそうそう、めっちゃ美味しかったよ。またやってほしいの。美味しかったね。ウーシャンフェンでやってましたね。ここを見て書いて、そうそうそう、すっごい美味しいの。香りを言葉で表現できないんだけど、スパイスも。じゃあちょっと増やしてきました。ありがとうございます。じゃあちょっとお二人で話しておきます。はい、うん、入り口に戻りました。ゼロから。普段は何やってんの？なんで俺が回すの？そうじゃん、ルール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 。何やってんの？普段なんだろうな、ちょいちょいご飯食べたりとか、うんうんうん、あとなお互いこう食事制限とかしてない時に飲みに行ったりとか、うんうん、あ、俺からしたら2人の組み合わせってちょっと意外なんだけど。え、そうですか。うん、よしきさんと2人で会うのが何だろう、初めましてぐらい。そうだね、たまになんか、あの、それこそ2人がなんかやってる時に俺がスタジオにたまたまいたりとかしたとかあったと思うけど、そんなもんじゃない、うん、単品単品だよ。単品とか合うかもしれないけど、セットはなかなか、うん、ないかもしれない。確かに言われてました。ありがとう。ありがとうございます。よしきさんは普段何してんの？基本的にはまあ仕事を、うん、仕事人間のイメージだったんですけど、休みあります？休みは作らない。あんまり、ずっと動いてる。そう、まあ、事務所は気を使ってこう休みにしてくれたりとかするじゃない、うんうん、それをバラす。休みをバラす、うん、自分から。俺はいいやみたいな、ここは休まなくていいや、なんかあったら言ってくださいみたいな、あ、そういうシステム、うん、ね。で、自分が好きなアイドルのライブ見に行くときだけ自分の問い合わせをめちゃめちゃ入れてる。ああ、めっちゃ大事です、うん、それは行く。絶対それはもう、うん、ライブは行かなきゃ。推し活はしますね。絶対行かなきゃ。抽選申し込む段階でも連絡しなきゃ、うん、じゃあ休みは推しのためには。そうだね。そっか、いい時間の使い方ですね。あとはもう、ジム行ったりとか、ボイトレ行ったりとかっていうのも、休みの日に結構まとめちゃうから、結局家で何かをやってる、なんか何もせずにいるっていうことはほとんどない。よしきさんのスケジュール見てどうだ。いや、後で見したわけよ。あの本当のやつ。俺の Google カレンダー見したわけよ。詰まりに詰まってるイメージです。勝手に自分で詰めて忙しくしちゃうよね。落ち着かない、落ち着かない。そうなんだ、うん、なんか休んでる間にこう自分のいないところで世界が回ってるってことにも落ち着きを持てないから、未だに。でもちょっとわかる。まあでも毎日も似てるか、うん、ずっと なんかやってるんですよ、うん、そのイメージある。なんかやってくれてて、うん、私はその結果を知るっていう。あ、やっててくれたの、ありがとうございます。そう、ほんとずっとそうで、裏方キスなんだと思う、俺の悩み。あ、なるほどな。変に最初は真ん中だったもんだから、みんな真ん中のイメージなんですけど、多分どこかの縁の下の力持ちの方が勝利は合ってるかと思う、うん、いや、すごい、すごいよ、あんた。急にあんた、すごいわよ、ほんとに。めっちゃ助かってる、しかも苦じゃないから、うん、それがすごい。私も後でいいや、かわいい。それはめちゃめちゃするけど、ギリギリまで動かないけど、あ、そこはそうなんですか、うん、チェックとか、仕事のチェックとかも前日じゃないとできない。そうか、うん、え、私ちょっと一つ聞きたいことがあるんですけど、うん、アフレコのチェックって1話あたりどれくらい時間かけるものですか？あ、分量にもよると思う、うん、一旦
私はね、一旦タイムだけ取って寝かせて、うん、あのギリギリじゃない時は、はい、寝かせて、で読む時間をちゃんと後で取るから、でも集中力が続かなくて、一日で全部そのなんか気持ちの面とかを組み立てるのが集中できなくなっちゃうから、一旦タイムだけ取る、寝かせる、次のことになる。で前日にちゃんとなんか原作あるなら原作読むとか、そういう分ける。なるほどね。へえ。じゃあなんか何分とかじゃないの？じゃないですね。何時間とかじゃない。感覚で。もうなんかこうギリギリで届いたやつとかをベーってやってベーってって終わるけど、あその方が効率はいいんだろうけど、なんか集中できなくて。どうですか？俺はじゃあ一番分量が多いものとして自分が主人公をやってるやつとかで。うん、だいたいアニメって1話23分前後、24分ぐらいだとして、もうずっとベタで俺が喋っててもなぜか15分で終わる。なんで？算数が合わない。どうして？俺何にも書かない、台本に。あー、メモしない、うん、あ、自分のところも、自分のところのキャラクターの子だけ、あの便宜上丸だけして分かりやすくはしてるけど、で V も台本も1回しか見ないから、読めない感じとかないですか？あ、それはそういうの細かいところはやるけど、うん、あの V を見ながらで家で声も全く出さない。なんでできるんですか？いや、できてないと思うんだけど。初めましてのキャラでもそうなんですか？そう。どうして？あー、うーん、もうその場でやりたい、決めていかない、なるべく自分の中で、うん、あの筋道を立てすぎないようにしたい。その現場でみんなで作りたい、人とお芝居聞いて変えたいから、やりすぎてっちゃうと、俺も頑固だから、頑固だし面倒くさいから、あのこうでって言った時に、なんでですかってなることもあるから、それ嫌だなと思って、自分だけのものじゃないっていうのをすごく大事に、あとセッションもすごいしたいから。そうですね、会話ですからね。うん、だからそのテストでもたついても本番できればいいやっていう。マジか、すごい。そこ、じゃああえて遊びを持たせて、そうね、あのもう結局パクが合う合わないとかって、もう現場でいくらでもどうとでもなるし、芝居が良ければ絵変えてくれるって思ってるから。ありがたいですね。気にしないで、言ってもらえるのありがたいです、ね。なんかこうやって絵とか本を超えなきゃなっていうのもあるから、かそうだから、その台本上で作りすぎないようにして、この、で俺はその自分のキャラクターが出てないところとかって必要のない情報だと思ってるよね。あ、はいはい、本来キャラクターはそこに存在してない、うん、それは俺が知ってる裏の情報であって、うん、だからすっごい飛ばしちゃう。なるほど、そこを見ないってことか。見ない、だから、だから結局15分ぐらいで映画見終わっちゃうっていう。だから本当に ありがたいことに未だにモブとかもらうけど、うん、2分とかで終わる。キュッてしますからね。確かに。ガヤとかどうするんですか？その場。ガヤはその場で指示されたりとかので普通に。いや、すごいやん。伸びと経験とで。すごい。あ、経験は確かに、うん、大事な高い。そう、でもそれはもう最初の頃はもちろんそんなことしなかったし、うんうんうん、もうちょっと多少やってたと思うけど、でも今はそれが自分でやってて楽しいなって思ってるから、割とそれを大事にしてるかな。自分のやり方を見つけるって、うん、15年後やってるとね。そっか、15年ってすごいですね。そっか、そう、人生の半分ぐらいはお芝居してるから。はぁ、で、マイシーはどうしてるの？私も怖くてめちゃくちゃ準備してくる、練習していく、アニメは特に、うん、ゲームとかだいぶ長いことやらせてもらってるゲームとかと、あ、そうですね、5年とかやってると、うん、大体キャラクターの方が入ってるし、うん、分かるからあんまり準備していかないことも多いけど、うん、アニメはもう怖くてやることが多すぎて、うん、全部どのパターンもとりあえず準備してからいかないといけません。えらい、あ、めっちゃ偉い。アニメ
怖がる。ああ、そうなんだ。そうですか。緊張と怖い、うん、なんか言われた時どうしようっていうのがアフレコにはまだあって、うん、でもゲームだとそんなことないから一人だし、うんうん、ああ、そうね、周りに迷惑かけちゃうかもっていうのもあるね。それ怖い、うん、でその違いは結構はっきり分かってるんで、うんうん、そうなりたいですこうなりたいこうなりたい。まあそう、でもやっぱあのたまにこう人の台本とかちらっと見たときに結構バッとびっちり書いてあったりとか、それがだからやっぱねベテランの方とかでも見たりするとなんて怠惰な台本なんだなっていうのはもうこれは恥ずかしくて見せられない。人によって全然違うって言いますよね、うんうん、なんかそれこそもう全部な感情流れとか書き起こしてる人もいるし、あのセンテンスごとに秒数取ってる人もいるし、そうですね。そうで、ま、と思ったらその自分のキャラクターがどこかすら印もつけてない人もいるので、すごい本当もらいたてみたいな状態でやってらっしゃる人もいるから、まあ、何が正しいとかはもちろんないけどね。できれば、うん、できればいい。そのいっぱい準備していくって大事だと思うんだけど、うん、もっと仕事量が多分増えて、うん、毎日アフレコ3件それがもう週5日とかになってくると単純にチェックする時間がなくなっていくから、うん、どんどん最適化されていくと思う。まだ時間があるってことですね、うん、まだそういう意味では打ち込めるっていう時間の、うん、この使い方ができるっていう幸せなことかもしれない。確かに、うん、ありがたい、うん、朗読劇また違うんですよ。あ、朗読は一切チェックしないです、ね、ああ、そうなんだ。それこそセッション大事、うん、ああ、うんうん、その場の空気が作るから、うんうんうん、アニメもいずれそうなったらいいのになっていう感じ、うん、確かに。でもアニメはやるアニメとか吹き替えってやることが ひたすら多いから同時進行ですね、うん、常に。ただこうセリフを喋ってるだけじゃない、うんうん、マイクワークしなきゃいけないし、うんうん、絵見なきゃいけないし、うん、っていうのもあるかもね。ねえ、うん、真面目な話トランプやりながらとかやりますあるんですよ、トランプ。こんな真面目な話したことない。本当、うん、ゲストさん来た時1回ぐらいはこういう回あるんですよ。まさか冒頭からやることない頭からねねえ、おもろ。もうちょっとかかるみたいな。一旦一本目締めますか。あ、もう終わり。あ、もう今何分、だいぶ喋った気がする。わお、25分、うん、まあでもかいつまんで一応切るけど、編集はこっちは私が、はい、その編集っていう編集じゃないですか。切って BGM ですか。まあね、それが難しい、それがめんどくさい。カットが一番めんどくさいんだろう。あ、まあまあそれは、そうだ、うん、そうだ。あ、そっか、まあ、何でもやったな。何でもやりたいだけやってみたいな。何がきっかけだったんですか。